演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ファミリーマートのファミラベーカリーシュガーグレイドと濃密のシュガーグレイドを食べたいと思います。またファミリーマート新しいドーナツ食べたいと思います。どんな感じなの？シュガーベリーだからサロメンスとコーティングで、ノーイチゴだからイチゴの感じに対してシュガーコーティングするということなんでしょうけど、生地はイースト系のふわふわな感じですね。丸いようでちょっと角張ってるような感じですね。生地の種は。ちょっと中身、グレイズのがあまりやるもんじゃないな、これ。わ、こんな味ですね。ちょっと甘い香りがしましたね。今、ではいただきます。最初に食べたシュガーレイズのは上のシャリッとした食感のほんのり甘いシュガーの味わいが口の中にふわっと広がって凝縮されて、生地はふんわりしていて、シャリッシャリッとしたお芋の口の中にふわっとした食感が広がっててよかったです。他に特にもう他にトッピングはされていない分、その良さが広くなるのが、というわけでこちらも出るので、ですがこちらのいちごシュガーグレイズはイチゴの甘酸っぱい香りが、まず最初に袋を開けた瞬間から来たんですね。その後にシャリシャリとしたレギュラーグレーンのともに、イチゴちゃんの甘酸っぱさに口から広がっていって、イチゴを満足いくまで堪能そうができて、とっても美味しかったです。やっぱりこっちの方がいいですね。シンプルが好きなのは方が好きな場合はこちら、ちょっと甘酸っぱさが欲しいなという時はこちらをおすすめします。というわけでこちらもテストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。